はい、今回は沖縄そばデカ盛りの店に行ってきます。はい、今日はランチに沖縄そばのデカ盛り、ヤバ盛りのお店に行ってこようと思います。私のジムの、友人の、加藤さん、加藤食堂のシェフの加藤さんに、まあ、この辺のランチでいいとこありませんかって聞いたら、おすすめしてもらって、それがもうすぐそこなんですよ。すぐそこのパチンコ屋さんに併設してある、食事処の沖縄そばがもうデカ盛りでやばいと。で、パチンコ屋さんに併設してある食事処ってなんか内地の方だとあんまりっていうなんかその感じだと思うんですけど、沖縄県って結構例えば、漫画喫茶のランチご飯がレベル高かったりとか、そういうパチンコ屋さんに併設してある、食事処のレベルが高かったりするので、全然内地とは感覚が違くて、なので、しかも加藤食堂の加藤さんおすすめの場所っていうので、すごく、興味深くて、今、行ってきたいと思います。これはすごい。うん。まあこれ麺に届かない。はい、というわけで、行ってきました。やばかったっすね。もう山盛りがやばかった。書いてたんですけど、普通の肉野菜そばの、並盛りで3倍、大盛りだと4倍ってことで、ただ、その並盛りで850円、大盛りで950円で、普通の肉野菜そばが750円なので、並盛りで言えば100円しか違わないので、だったら3倍の方がいいんじゃないかと思って頼んでみたんですけど、これはやばい。一人では食べきれません。もうカウンター席でもう目の前にこう作ってくれた店員さん2名、おじさんとおばさんいたんで、これは残せないなと。で、一生懸命食べてたんですけど、それでもちょっとは残してしまいました。はい、やばかったっすね。これは一人では食べきれない量。二人で行ってシェアするのがいいのかな。うん、まあ、多分子供と一緒に行けば一品ぐらい、一品でもう全然こと足りるぐらいの量でした。はい。まあ、美味しかったです。味は美味しかったです。はい。というわけで、沖縄県ではね、美ら海水族館の方に、本当北部の方に前田そばって言って、こう、山盛りの、で有名な蕎麦屋さんがあるんですけど、まあ、そこまで行かなくても、もうこの宜野湾市のすぐそこの、で食べれることが判明しました。ぜひ、行ってみてください。